はい、交付ね。うたか選手。なんか、うかの88とか、初めて見た気がしますけど。<laughs> 気のせいでしょうか。限定で88とか初なんじゃないか。うん。手ぐらいグレードが落ち込んでおります。今回はね。どうしてもね。で、パワータイプということで、えー、スキル構成がポストプレイヤー、エースストライカー、ダイレクトボレー。で、ボーナー戦がオフィン28プラス。で、えー、総合力は5 9 0 9のオフェチが1593という数値ね。はい。 まあこれね、もうスキル構成見たらわかるんですけど、まあ明らかにリーグ用よりはクラちゃん用なんですけど、ボナセン EP がないんですけど、まあ他の3センスで EP しっかりつけば稼ぐ可能性はね、当然十分にありますので、まあそこが、はい、ついてくればクラちゃんでの活躍というのが一番見込めるカードかなと思います。で、リーグ面もね、別に悪くはないとは思いますね。まあ能力値も当然悪くないし、まあポストプレイヤー、まあボレーも一応持ってるんで、その可能性もあると。 で、ポストプレイヤーから振り,振り向きざまに点取れることもあるので、うーん、まあ、そうね。まあ、特化したとは言いにくいですけどね、得点にね。まあ、ゼロではないかなって感じですね。うん、まあ、仕上がればワンチャンス。まあ、ポストプレイヤーからの振り,振り向きざまのシュートって結構仕上がったら脅威ではあるんでね。まあ、そこに可能性を見出す人は、まあ、まあ、 使ってもいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、ただちょっと特殊すぎるカードなんで、まあ、ここは一癖、まあ、癖が強いんでね、そもそもね、リーグで使うとね、まあ、得点力がむしろ全然ない場合もあるしね、はい、ちょっとバクチ感はありますけど、まあ、オフェーとかでね、めっちゃつけて仕上がるんだったら、そういうところもね、見出してみてもいいんじゃないかなと。でまあ、あくまでも、まあ、1P つけてクラちゃんっていうのが一番ね、活躍はしやすそうだなと思います。じゃあ、続きまして、ちょっとなんか、ウタカ選手っぽくないカードだったね、今ね。 加藤選手ですね。はい。はい。ということで、グレード86スピードタイプ。で、スキル構成がコントロールドライブ、チップパス、ビルドアップブレイク。ボナセンがテクニ0パープラス。で、オフェチが1335の総合力は5762という数値ですね。はい。まあ、これも、まあ、評価としてはそんな高くはないけど、まあ、一つね、ちょっと気になるところは、ビルドアップブレイクとチップパス持ってるんで、これ、シューターというよりも、もしかしたら、これ、左ウィングの、まあ、一応、まあ、 まあ、フラスル要ポインしての価値は、まあ、なくはないね。ただ、まあ、まあ、スキル構成 BC だからね。まあ、これを当てにするんだったら他の選手使った方がってなるからね。っていうのがあるので、うーん、まあ、能力値のオフェチのね、ちょっと足りなさとかもあるんで、まあ、ちょっとやっぱ厳しいかな。うん、特殊な感じはしますけどね、今回のストライカーの中で、あ、ストライカー、アシスト、あの、スコアの中ではね。 特殊な感じはするけど、まあ、難しいな。まあ、ダメとは言わないけどねうん。ダメなわけじゃないんだけど、まあ、シュート当て,当てにするにしても、ちょっとハードル高すぎ問題もあるしね。まあ、どう使うかは、ちょっと難しいですね。ウィングがいいかな。 まあし、まあ、シャドウだったら全部活かせる可能性ありますけどね。うん。まあ、シャドウか左ウィングで使うかみたいな感じだと思いますけど、まあ、いかにしてもちょっとハードル高いんで、よっぽど仕上がらないと、まあ、ちょっと起用は厳しいと、はい、思っていいと思います。まあ、え、仕上がらないで活かすんだったら、もう、チップパス活かした方が可能性はあると思いますね。はい。というふうな感じでしょうか。まあ、ウィングのチップパス要因としても、まあ、一挙あるかもしれません。よっぽど入ってこない人だったら、まあ、可能性あるんじゃないでしょうか。はい。ということで。 まあちょっと難しいですね、評価ね。まあいずれにしてもちょっとシュートスキルの価値が上がらないと、まあスコアラーとしての価値はちょっとやっぱ低いだろうね。うーん。って感じがします。はい。じゃあ続きまして。次誰だえー、清水か。ここはカルリーニョスジュニア選手ね。はい。ということで、グレード92。15ゴールだからね。うん。で、スピードタイプね。はい。 で、スキル構成がライトニングカッー、S ストライカードライブシュート、ボナー戦がスピード20パープラスの EP30 パープラス。で、総合値が6322と、オフィッチが1462というね、数値になってますが、もうこれに関してはね、さっき誰かのところで言いましたけど、誰だったかなシュートスキルがね、ない。ないっていうか、A シュートがないのがちょっときつい。うーん。というのはもす全てだと思います。 攻めてね、92のグレードの選手にコーいレアやめてほしいけどね。うん。<laughs> まあ正直、あのーね、ねうん。<laughs> なんかきついね。これはきついと思います、普通に。うん。やっぱシュートスキルないんでね。まあ A がね。だからまあ、ね、ドライブシュートあるんだけども、なかなかまシュートセーバーに貫けるもんではないので、まあもうそこが全てかなと思います。だからまあどっちかというともクラチャーの方が活躍はしやすい。 ま、ライトニングカッターでしっかり稼いで、ドライブシュートまで追っていければ、まあ、ある程度稼げるんでね。まあ、クラチャン向きと、はい、言っときたいと思います。まあ、リーグはちょっと厳しいかなっていうのが正直な感想かなと思います。はい。じゃあ続きまして、岩田がドゥドゥ選手でしたね。はい。じゃあドゥドゥ選手ね、グレード87ということで、バランスタイプで、えー スキルが、えー、スペクタクルミドルカットインドリブルビルドアップブレイク。で、ボナセンがスタミナ2 0バプラスの能力値が総合が5834に対して、オフェチが1465という数値ですね。はい。ということで、まあ、ここは結構珍しい。まあ、ドゥドゥ選手でもともと多分ウィング適性がなかったんじゃないかな。あったんかな。ということで、まあ、カットインミドルの組み合わせからビルドアップブレイク。これスキル構成はね、結構、まあ、グレード87にしてはま、悪くないですね。むしろいいんじゃないかなと思うんですけれども、 まあ、やっぱ、ここも能力値ですよね。ネックになりそうなのが、オフェチが1465に対して、ボナセンオフェがないので,で、スタミナ上げたところでっていうところも正直あるんでね。まあ、ここがちょっと、うまく機能してないっていうのを考えると、まあ、これを残り3センスなり、まあ、クラブリンク、キラとかで取り戻せるかどうか、というところが大事かなと思いますので、まあ、シュートスキル強化つけるなり、オフェチ上げるなりの、結構、もうガチガチの、もう、どれも、まあ、本当に妥協できないぐらいの強化をしないと、勝ちというのはちょっと見えにくいのかなと、リーグ面はね。 まあ、ある意味、まあ、EP ついて、クラちゃんの方がハードルは低いような気がします。活躍のね、稼ぎのハードルの方が、どっちかというとね、まあ、全部スキル構成生かして稼げそうな気もするので、そっちの方がいいんじゃないかなと、仕上がらなければね。だまあ、リーグ面特化して仕上がれば、まあ、ウィングとかで考えてみてもいいんじゃないかなと思います。じゃあ次。藤枝の山村選手かなおい。 さあということで、矢村選手ね、ねグレード87、バランスタイプで登場。でスキル構成が、ォックスインザボックス、起点の動き、スピードドリブル、ボナセンがテク20%プラスで。能力値が、総合値5813に対して、オフェチが1563という数値ですが、はい、まあ、このカードも、まあそうですねスキル面で、まあ縦取りあるんだけど、まあ、フォックスインザボックス、ほぼ1本頼み。 で、起点の動き。うん、やっぱちょっとストライカーとしてはスキルがちょっと弱いかな、ここも。まあ、起点の動きをつける余裕がないぐらいの、やっぱグレード、グレードだというところもあるんですけど、うん、まあ、もう一個やっぱり、そうね、まあ、B スキル、うーん、まあ、だから、ま、言ったらグレード88というか、ま、ね、A スキル1個持ちで、フォクシンザボックス1個潰されるのはちょっときついかなっていうのが。 正直な感想だよね。だから B の S ストライカー A の、まあ、ある程度の、例えばドロップとか、異次元とか、カーブとか、まあ、そういうのがあるんだったらまだビバいいんだけどね。うん。まあ、これそもそもの元凶が A ホックスインザボックスなのかもしれないね。はい。ということで、ちょっとやっぱ物足りないかな。で、オヘチはね、1563いいんだけども、まあ、ボナセンがやっぱオフ切ってないっていうのもちょっと痛いかなっていうところで、うん、まあ、山村選手といえばね、この前の、あ、何でしたっけまあ、フォーカスやったっけ強かったの。 うん、これぐらいのカードが出ればね、いいんだけどね、っていうところですよね。もうここで当たりが来てた時点でっていうところはちょっとあったと思うんですけど、まあ、ちょっと今回厳しく見えますかね、こういうのと比べるとね。ちょっとスキル構成がやっぱちょっと物足りないっていうのが一つかなと思います。はい。ここはもうちょっといたしか方ないかなと思います。まあ、来シーズンもね、えー、藤枝にね、残ってるんでね、期限付き延長でね、来シーズン期待しましょう。はい。さらにね、出場機会とか増えそうですけどね。うん。さあ、ということで次が、 誰でしたっけ岡山はムーク選手と超えてなかったんでね山口梅木選手超えてない徳島森選手やねさあ森選手ここね超次元やったねはいということでグレード90で登場してますスピードタイプですで、えー、スキル構成が超次元シュートエースストライカー音速ドリブルボナセンがスピード20プラスの EP30 パープラスで能力値が、えー、総合値6127に対してオフェチが1504というねはい数値になってますが まあ、ここは結構 J2 ね、今までちょっと厳しい評価続いてましたけど、まあ、これは悪くないですね。むしろいいですね。はい。まあ、一つ言うんであれば、ボナセンがオフェだったらもっと良かったなっていうのはあると思うんですけど、まあ、これぐらいの数値だったらまだ挽回効くと思うんで、まあ、残りのね、センスとかでしっかりと仕上げてあげたりすると、まあ、可能性は十分に出てくるかなと。まあ、音速ドリブル持ってるのもね、ちょっと大きいかなと思います。小次元のね、よりね、シュート距離入りやすいと思うんで、まあ、この音速がね、なかなか前半からちょっと厳しいなと思えば、後半のね、 交代要因として考えるとか、まあ、そういったところもね、まあ、ありますので、まあ、比較的価値としては出やすいカードかなと思います。まあ、ここも森選手もね、まあ、月間系のカードとか今年出たりとか、まあ、してるので、というところとま来シーズンのね期待も当然高まる選手だと思うんで、うんまあ、正直ここで止まる選手なのかどうかというところはね、まあ、止まらないでほしいですけどねもっと来シーズングレードい、e、いカードとかが期待されるでしょうけど、 どうでしょうね。まあ、遺跡絡んでますからね。うん。まあ、遺跡先での活躍が期待できれば、まあ、これ以上のカードが出ると思えば、まあ、来シーズン以降狙ってもいいんだろうし、まあ、ここで、まあ、森選手とりあえず仕留めたいという人がいれば、まあ、仕留めるには結構いいカードだと思うんで、ま、ぜひね、はい、チャンスあると思うんで狙ってみてください。まあ、これ当然クラチャンでもね、悪くないと思います。じゃあ続きまして、えー、長崎ですね。はい、ここは来ましたね。ファーマくんね。 はい。ということで、グレード98、パワータイプ、いいですね。はい。で、えー、スキル構成が超次元ボレー、スペクタクルボレー、エースストライカー、ボナーセンキンピ,ピプラス、総合値6910、おヘチ1705、ということで、素晴らしい。<laughs> ピックアップの中で一番当たりだと思います。はい。ということで、えー、まあやっぱスキル構成がいいよね。超次元、スペクタクルボレー。まあこの二つで食っていきます。はい。 で、えー、ボナ戦が、キンイね、あるんで、まぁ、あ、クラチャンでも当然ね、活躍が期待できると。まあ、ボレーがあるので、一応、まあ周りのね、あの、環境とかも、まあ大事ですけど、うん、まぁ、あ、長次元でもね、稼げるんでね。で、エースストライカーも、まあ PK 期間にはなり得るんですけど、まあ、ただ、B の S なんでね、うん、まあ、ここどう見るかちょっと難しいですけど、 で、まあオフェチもね、1705あるし、まあボナセンキーピーなんでね、オフェチは上げれてないんだけれども、まあやっぱスキルの質が高いんで、まあここはもう本当に仕上がれば、まあそんなに気になんないんじゃないかなと、うん、思う反面ね。まあ正直言えばね、ボナセンオフェンなのが一番いいんですけど、まあこれは仕方ないんでね。はい、というところで、まあ、素晴らしいカードが出たんじゃないかなと思います。まあ、むしろこれぐらいのスキル構成がいいカードが出ちゃうと、あの、アオーズの方どうなんだっていうね。<laughs> ちょっと不安要素増えましたけどね、そっちの方は。 まあだから、ファーマーのいいカード欲しいんだったら、もうここは仕留めないとダメだね。うん。これ仕留めるか、もう月間系のカード変えるか、の2択ぐらいと思って行った方がいいんじゃないかな。まあもしかしたらオーズもね、当たりカード来るかもしれないけど、まあちょっとなかなか両方当たりっていうのはね、まあ望みづらいような感じもするので、まあぜひ、はい、ここでね、仕留めておきたい。特にまあクラちゃんとかでね、気を考えてる人もこれ以上のカードなかなか来ないと思うんで、とりあえずはね。 はい。仕留めておいた方がいいと思います。まあ、ぜひね、お気に入りクラブ券とかを使って狙ってほしいというところと、まあ、当然リーグでもね、仕上がれば価値高い、えー、スキルか、あの、スキル構成してるんで、チャンスだと思うんでね、ぜひ狙ってみてください。あとは藤本選手は多分超えてなかった。石川選手超えてたかなちょっと見てみますか。あ、超えてましたね。ということで最後ですね、石川選手になります。はい。 グレード86バランスタイプということですね。はい。で、スキル構成がコントロールカーブ、ボレー、えー、ストライカーという組み合わせで、ボナーンオフェ20%プラス。で、能力値が総合5756のオフェッチが1548というね、はい、数値になっておりますが、まあ、ここも、まあ、そうですね、スキル構成も別に悪くはないですね。コントロールカーブとボレーとストライカー。うん、まあ、ちょっと、まあ、自力感はないんですけど、周り次第では、まあ、活躍できそうな感じはしますね。はい。で、ボナーンオフェ20%プラスも大きいというところで、 まあ、ここら辺結構厳しい選手、J2 多かったっすけど、ワンチャン一番いいぐらいあるんじゃないそうでもないんかなまあ、今までパッて見たときに、ほぼほぼちょっときつそうだったんだけど、まあ、しっかりとシュート射程距離までいければどうにかなりそうなんだ。まあ、ボレーもあるしね。うん。というところで、まあ、CF 一択にはなると思いますけど、まあ、可能性は感じる一枚かなと思います。で、石川選手なんてね、ちょっと後半、怪我で出てないですけどね、試合ね、ほぼね。 まあ、あれがなければもうちょっと伸びてたんだろうなと思うと、来シーズンとかね、結構期待できる選手だと思うんでね、まあ今のうちからはキラグロ集会とかしておいても、まあいいんじゃないかなと思いますけど、まあそれぐらいね、ちょっと可能性ありそうな選手なんでね、はい。まあ、ね、まあここも仕上がればチャンスは、まあ86にしては十分にあるんじゃないかなと思うので、まあ特にリーグ面はね、可能性を感じるので悪くはないと思います。ので、はい、仕上がれる、仕上げれる人はぜひね、狙ってみてはいかがかなと思います。はい、ということで、 全ての選手の評価が終わりましたが、まあ、ここで最終的なまとめとしてまあ言っとくんであれば、まあやっぱ全体のレベルは高くないですね。うん。まあ特に J2 の88までの選手は結構苦しいね。うん。結構苦しい。まあさっきのね、今見た石川選手が、めちゃくちゃよく見えるぐらい。<laughs> ちょっときつい、うん。全体的に当たり率は低いです。だからまあ、ピンポイントで見ると結構いい選手はいるんだけれども、 全体の当たり率は普通の、まあ、例えばフォーカス系とかよりも全然悪いね。うん。悪いです、正直。悪いです。だから限定全体としての価値は低いんだけど、局地的な選手で見たら、まあ、当然そのね、CF でトップクラスの選手、ウィングで結構いい感じの選手というのはいるので、まあ、その選手たちをピンポイントで弾けるかどうかってなると、お気に入りクラブ系の価値は高いかなと思います。で、まあ、今回ま、先に言っとくんであれば、まあ、 また総括でね、詳しくバーって話すと思うんですけど、まあ、やっぱり一番リーグでいいと思ったのは、鈴木優馬選手かな。うん。まあ、ここは揺るがないんじゃないかなと。まあ、ズバ抜けてると思っていいんじゃないかなというところと、まあ、クラちゃんとか、ま、ピックアップ選手で見るんだったら、やっぱファンマーがいいね。うん。ファンマーがいいと思います。ただま、上の二人もボレー持ってるんで、しっかりとボレーの、ま、環境作りができてる人からすると、悪くはない。とかむしろいいんじゃないかなっていうカードにはなってると思います。だからどっちかというと、ちょっとボレーの選手が多いんで、まあ、その、一人で、 価値が出るというよりは、チーム全体の,その仕上がりとかで価値分かれる選手なんで、人によってはやっぱりちょっと厳しいなと思う人もいるだろうし、むしろ、まあ、例えばボレー系のね、いいシュートをストライカーとかね、探してる人からすると結構宝の宝庫だったりするんで、まあ、人によりけりって感じですかね。はい。まあ、誰が見ても高評価なのはっていう選手はちょっと少ないかもしれない。うん。まあ、ちょっと癖が強い選手とか、まあ、人癖ある選手。 まあ、特定のスキルを持った選手というのがちょっと多かったかなという感じです。はい。ということで、ぜひね、まあ、狙い、まあ、ガチャとか今回12%になってるんですけど、まあ、狙ってもいいと思うし、まあ、ただ、その全体に対しての当たり率がちょっと低いとなると、まあ、なかなかちょっと、ピンポイントな選手を引けないとちょっと厳しいと。まあ、全体的な、なんていうの、質の高さというのはあんまりないので、うん、まあ、そこをどう見るかっていうところですかね。はい。そこを考えた方がいいんじゃないかなと思います。 というところでまとめておきましょうかね。はい。ということで、疲れました。<laughs> 1, 1時間ぐらいかかった、また。こっからまた、切り抜き作っていかないといけないですけど。今日一応配信は、まあ、トロラン1日やっとくかな。まあ、でもまあまあ、まあそんなもんよな。結局いい選手弾ければいいんだからね、別に。まあ、強い選手は強いよ。うん。強い選手は強いけど、思,思っ よりなんか当たり率は高くないなと思ったけど、うんまあ、ポジション的にね結構求められるところが高いっていうのもあるんですけどねどうしてもね。うん